こんにちは、千葉商店街の理事長をやってます杉村のり子です。お願いします。商店街の理事長になられたっていつからですか？令和元年、去年ですね、の、 5月です。理事長になられたきっかけってどういったことで理事長になられたんですか？そうですね、まずきっかけが総会の懇親会の司会を頼まれまして、でそこから千林祭り、金魚すくい大会っていうのがあったんですけども、審査員してくれへんかみたいなことがきっかけで、なんやかんや用事ごとを頼まれ、事業部やったり企画部やったり理事したり今日に至っております。なるほど。引っ張り込まれたって感じで、ズルズル抜けれない感じで、はい、理事長を引き受けました。結構杉村理事長はあれですか、断れないタイプ？何か、そうですね、頼み事があると、頼まれるとはい。商店街の、組合のメンバーの方といいますか、店舗さんは、どれぐらいあるんですか？大体加盟店は180店舗ぐらいで構成しております。そんなにあるんですね。はい、実際にその商店街の組合の方っていうのはどんなことをされてるんですか、普段といいますか？大体常務理事会とかで、こういう議案が商店街に問題があるよとか、いろんなそういう各部の報告事項が月一ありまして、次にもう一度理事会っていうのがあります。でそこでしっかり議論もんで、で各部もまた分かれて、それぞれイベントごとなり企画ごとを決めていくいう部がありまして、いろんな組織図があるんで、ね、部署部署でやることが大体先輩社は決まってまして、でそれをまとめるのが理事会であったり、決議するのが理事会、常務理事会っていう流れで決まっていくって感じなんですよ。最終決定が理事会。組合さんとかがなんかそういった意見とか、理事会の方に、陳情するみたいなことってできるんですか？千葉商店街は1班から10班まで分かれてまして、各班に2名ずつ理事さんがいるんで、困りごとなり何かある場合は理事さんに伝えてもらえれば、その理事さんが理事会で、うちのとこちょっとこういうことが議案出てますみたいなんで、そこからまたまた解決していくみたいな。なるほど。理事長のお仕事って、どんなお仕事があるんですかね？そうですね、やっぱり理事会や常務理事会で決まったことの最終決議の判断、旭区の区役所や警察、消防との連携を取ったりとか、あと区省連とか大臣連なんかの理事会っていう会合があるんですけど、ちょっと表の方に出るっていうのが私の仕事になってます。なるほど。商店街の顔みたいな感じになることがあるんですね。そうですね、一応しょって出ておりますけど、なかなかうまいこと言ってるかどうかっていう感じですけど。わかりました。そういった理事長のお仕事で、なんか大変だったなとか、これ辛かったなみたいなことってあります？今のとこはないですね。いろんな部のメンバーさんとか、もう理事さんたち、常務理事さんに助けられて、もうみんなが一生懸命やってくれてるんで、もうただただ私はもう助けられてるって感じで、もう逆に皆さんにありがとうって言って、いつも感謝しております。本当見たが助けてくれるって感じで、今まとまっててすごいいい商店街だと思います。そうですね、毎年ね、だいたい月1ペースでイベントをやってたんですけども、今年はちょっとこのコロナ禍の中で延期になったり中止になったりで、とりあえず春に予定してました京阪電鉄さんと千葉商店街のコラボ企画、祝110周年記念っていうのをこの秋からまたまた再度スタートできることになりまして、今それに向けていろいろ準備進めております。お願いします。京阪電鉄さんと千葉商店街の祝110周年のコラボ企画、京阪さんのオリジナルグッズを売ったり、10月10日いい将棋大会を開催することは決定いたしております。ぜひ皆さんふるってご参加ください。最後だけちょっとあかんな。緊張されてます？最後あかんな。最後ちょっと問い直して。言わな、思うならな。宣伝しやな、思うなら。緊張されてる感がすごい。最後あかん。ちょっと